ただいま現地時刻6時半ジャストです。これから日の出が見れるそうです。ものすごい、ほら周り何もないから雲の色まですごくはっきり見えます。で、太陽がまだ出てきてないんですけども、あと今日の予定は6時47分なんですよ。日の出の予定は6時47分なんですけれども、続々と人が集まってきています。ここはね、有名なビューポイントらしいです。で、まだ出てないんです、まだ日は出てないんですけれども、うっすらとね、光に照らされてね、仏塔が姿を現し始めました。先ほどまでは真っ暗で何も見えなかったんですが、続々と仏塔の数が確認できるようになってきています。ものすごい数あります。これからね、一つ一つ回るのはね、ものすごく楽しみですね。先ほどまでが、ここでこの馬車が置いてあるところで休憩をしていました。あと何分かかかりますけど、日の出を見るのを楽しみにしておきます。先ほどから10分経過しましたが、まだもうちょっとかかりそうですね。で、全然気づかなかったんですけど、あそこに白い仏塔があります。いや、とにかくね、高い建物がないから、めちゃくちゃこれ晴れたら綺麗ですよ。空も軽くこう見渡しただけでもね、こんなにも遺跡があるからね。いやー、楽しみ。うわ、すげえ、空の色がすごい鮮やか。あー、これはこの空の色をどう映ってんだろう。多分全然違う色なんだろうね、映ってるのが。パッと見めちゃくちゃ鮮やかです。これは多分伝わらないと思う。生で見せたいな。坊さんの一団が歩いてきました。ただいま日の出予告の予定時間より10分が経過しました。ものすごく綺麗です。そしてね、ちょっと眩しいかもしれないんですけれども、反対側にはね、気球が飛んできました。だんだんと気球が飛び立っています。明日、明後日あの気球に乗る予定になっております。めちゃくちゃいいやん。楽しみだな。どうなるかね、楽しみです。大馬さんに引っ張ってきてもらってます。
れるけどね、ものすごくいいですよ。この門は何でしょう。いいっすね。うん、いい。いきなりですが、シュエイズイゴンパゴタに来ました。発音が難しい。賑わっております。ここがバガンではかなり有名な仏塔なんではないでしょうか。ちょっとお参りしてみたいと思います。太陽の、ね、光を浴びてものすごく光ってます。めちゃくちゃ綺麗です。で、参拝者もすごい多いですね。いい感じで。それでは次のスポットに行きましょうか。地元の方に片言の英語で質問して、ここのレストランをお勧めされました。果たして本当に美味しいのかどうなのかは分かりませんが、行ってみたいと思います。まあ、多分でもバックマージンとかはね発生してないと思うんですね。まあ楽しみにしてみたいと思います。なんとも南国な雰囲気ですね。ただいまの時刻は現地時間で10時半です。まだちょっとランチには早いんですけれども、朝早く着いたんで注文しました。お腹減ってます。トニックウォーターを注文しました。昔からトニックウォーター大好きです。センキュー。ただね、コカ・コーラなんで多分美味しいと思います。店員さんにですね、おすすめを聞いたところ、ミャンマースタイルのカレーがおすすめだと言われました。で、片言の英語で辛いのかと聞きました。そしたらちょっと辛いって言うんで、じゃあいいやって、ちょっと辛いって、こっちの人のちょっと辛いってすげえ辛いから、じゃあいいやって言ったら辛さを抑えるよって言ってくれましたね。で、あのカレーの具なんですけれども、チキン、フィッシュ、ポークとありまして、フィッシュはこのミャンマーのすぐミャンマーじゃねえやバガンの川で獲れた魚らしいので、それを注文しました。ちょっと怪しいですけど挑戦してみます。来ました、バガンのリバーで獲れた魚で、こちらがですね、これがスパイシーらしいです。スパイシーソース、辛さが足りなかったらかけてくれとのことです。まあこんな感じでランチをしようと思います。ブーパヤーに来ました。このね、相変わらず人気がすごい。この奥がもう川になってるんですよ。先ほどランチをしたお店で食べたカレーはこの川から取った魚らしいです。野犬も寝てます。このね、川から見る夕焼け、サンセットがね、綺麗らしいです。ただこう見ると結構濁ってるんですよね。だからそこまで期待はできなそうな気もするんですが、どうなんでしょうか。
まあ、機会があれば乗ってみたいと思います。ただいま28度でございます。そら暑いわな。時刻が1時半。暑い。一回ホテルに戻ろうと思います。ちょっとヨーグルトっぽい味がするから、混ぜ物が入ってますね。やっぱりまあいいんじゃないでしょうか。ちなみに、これがですね、いくらだっけ、120円です。120円だったら飲むでしょ。日本の感覚だったらね、スムージーっつったらね、まあ300円は確実に済みますからね。いいんじゃないでしょうか。合格。現地時刻ただいま2時ちょうど。朝5時にバガに着きまして、チェックインが午後2時なんで2時まで待たされました。待たされたというかまあ仕方ないんですけどね。ホテルによってはそのまま入れてくれるところもあるらしいんですけど、ここは入れてくれなかったですね。お部屋はこんな風になってます。ちなみに一人です。一人なんですけど、ツインの方が安かったんでツインにしました。水がついてますね。疲れたなもう。で朝5時からちょっとついていろいろ回ってきて、もうさすがにちょっと眠いんで少し寝ようと思います。でその間に洗濯などしちゃいたいと思うんですけれども、洗面所と、あ、ここに洗濯のやつがありますね。シャワーのみですね。シャワーのみ。このホテルとね、税込み1600円でした。なかなか1600円にしてはいいんじゃないでしょうか。というわけでバガン1日目のホテルです。でちなみに明日は違うホテルに泊まろうと思ってます。あ、これね、このホテルプールついてるんですよ。またプールに行く機会があったら、レポートしようと思います。昨日ヤンゴンで T シャツを買っ、あのヤンゴンのマーケットで T シャツを買ったんですけど、今日はそれを開けていきたいと思います。日本からね、初日に着てきたのともう1枚しか持ってきてないんで、2着買いました。1着はこんな感じです。首長族と言っちゃダメなのかな、首を長くしている種族、民族という言いますか、これも一番ミャンマーっぽいかなと思います。あともう一枚買ったのがですね、多分これもいろんな部族を表していると思うんですよ。シェン族とかちょっと読めないけど、こっち、これがシェンかな、と思います。これもミャンマーっぽくいいんではないでしょうか。あとほら、このちなみにこの色使いが国旗の色になってるんですよ。両方ともねミャンマーっぽいんではないでしょうか。なかなかねセンスのいい T シャツでした。それではこれから着てみたいと思います。
ホテルのプールに来ました。こんな感じです。さっきまで人がいたんですけど、みんなさん帰っちゃいましたね。これからサンセットでも見に行くのかな。こちらこんな感じになってます。ちっちゃいプールも一つあるって感じですかね。今時刻は4時なんで、ちょっと私もサンセットを見に行ってみようと思います。これから夕日を見に行こうと思います。で、今回ね、このマウント持ってきました。 GoPro 用の帽子、これをかぶってバイクに乗りたいと思います。ネットの情報を頼りにレオレストランというお店に来てみました。こちらがマンダレのビール。これね、今溶けちゃってるんですけど、最初凍ったグラスジョッキでね出てきてて、ちょっとびっくりしました。こちらがね、お茶の葉のサラダ、美味しいです。お茶の葉です。どこら辺がお茶の葉なのかはよく分かりませんが、とにかく美味しい。でこちらがシャンヌードルですね。ちょっとね、ここほぼテラス席なんで、照明の具合で、あんまり美味しそうには見えなさそうですけど、実際見るとすごい美味しそうです。これから食べてみたいと思います。ちなみに、このバイクで来ました。飲酒運転になるのでしょうね。という感じでございました。